皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、我々が海外のメーカーと組んでですねクラウドファンディングをやる中で必ず一つ、条件として海外のメーカーに約束していただく内容があるんですね。それは何なのか、本日はですねこれについてご紹介させていただこうと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。必ずですね、我々が海外のメーカーと組んでですね、海外のメーカーの商品を日本のクラウドファンディングで紹介していく際にですね、特にこの幕開けさん、グリーンファンディングさん、それからきびだんごさん、そういったところをですね、紹介をしていく際に必ず必要になってくるのがですね、独占販売権になります。はい、例えば、どういうことかと言いますと、じゃあ一緒にやろうよってなった時にですね、このプロジェクトをクラウドファンディングの会社、まあ、幕開けなら幕開けの方に申請し、それが商品がですね、ちゃんと配達するまでの間、我々に独占販売権を日本市場にてくださいというところを確約してもらう必要があります。理由として何かと言いますと、クラウドファンディングはですねプロジェクトが終わってから配送まで1ヶ月とか2ヶ月とか場合によっては3ヶ月ぐらい、支援者に商品を配送するまで待ってもらうことが、ほとんどなんですね。まあ、その際にお客様が待っているのに、その間にですね、例えば Amazon Japan だとか Yahoo とか楽天とかに商品が販売されてしまうとですね、お客さんからしたらですね、せっかく先行販売で楽しみに待っているのに、その待っている間に楽天とか Amazon で販売されちゃって翌日配送とかになっちゃうと、何のために我々はこのクラウドファンディングのプロジェクトを支援してるんだってことになりますから、ちゃんと商品を配達するまでは日本のその他の e コマースもしくはですね卸などをしないでくださいねということをですねメーカーと確約してサインをしていただく必要があるんですね。まあフォーマットは自由なんですけども、我々の方でもねこのようなクラウドファンディングディストリビューションアグリーメントというものを用意しておりまして、ここにですね何月何日から何月何日から何月何日までエクスクルーシビティですね、はい、During the crowdfunding period, supplier will offer exclusive marketing rights to Razer in Japan. Supplier cannot sell directly online or offline marketplace or distribute to any other third parties in Japan until backer receives the product. このような形でですね、配達が完了するまではその他の日本の販売者とかオフライン、オンライン各すべてですね、販売しちゃダメですよというところをですね、両社がサインして初めてクラウドファンディングが実行できるということになっております。はい、これはね必ずどのメーカーとも交わす必要がありまして、ここをねどういうふうに交わさせていくのかっていうのはですね、まあ、なかなか難しいところなんですけども、まあ、そういったね交渉をですね私の方がですねメーカーとうまく話して交渉を進めていきます。はい、なので今日はですねクラウドファンディングにおいて海外メーカーの商品を扱う場合取得する必要があるもの、それはですね日本国内における独占販売権です。はい、それをね、本日はね、一つ覚えておいてほしいなと思います。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったという方は、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについて、メルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I'll see you guys tomorrow. Bye.